お疲れ様です。テイサンバス神戸 YouTube キャプテンです。副部長のトムでございます。愛蔵です。フミンです。入部してくださっている部員の皆様をはじめ、そうでない方もいつもご視聴そして応援ありがとうございます。誠に手前味噌なご報告で申し訳ないんですが、この今ご視聴いただいている動画をもちまして第100作目の動画となります。いつもありがとうございます。よかった。正面のデータによりますと、2021年4月1日の定期公開開始以来丸2年と1ヶ月余りでの達成であります。ショート動画や会社からのオファー企画など定期公開以外のものを含めると、これが112本目の動画投稿です。テイサンバス神戸 YouTube 総務次からの大目標である毎週金曜20時15分動画公開は間に合わなかったりお休みしたりもしばしばございましたが、2年1ヶ月は約110週としますと、まあゆるーくおおむね大目標も達成となるのではないでしょうか。110週で112本やったらもう 100% 以上達成っていうことでええんちゃうん、分からんけど。思えば社会がコロナ禍に陥り、私たち観光バス業界も大ピンチに陥った時、私たちの活動はスタートしました。要は暇やったんですね、ぶっちゃけ最初は興味本位でした。 YouTube ってどんなんやろうって、まあ、しかも動画制作に関する知識、機材、技術、資金もう何もなしの状態、なんやったらコロナ禍でお仕事までなくなって、ほんま名実ともに何もなしからのスタートでした。そうそう、確かに最初の取っかかりは興味本位でしたよね。しかし私たちはコロナ禍とともに掲載忘れされるんではないか、メンバーが共通で抱いてたのは危機感でしたよね。貸切観光バスは楽しく有意義なことをするための乗り物、そして人生の1ページを彩る乗り物、私たちは誇りを持って乗務している、そんなことはあってなるものかというね。確かにその危機感は活動の原動力でしたね。そしてこれまでに1万8400名以上もの皆さんが入部してくださって輪が広がった、そんなに心強いことはないですよ。覚えていますか、当時掲げていた目標の数々、直近の小さな目標から長期的な大目標まで。実は活動開始時いろいろな目標を掲げていたんですけれども、その一つに動画を100作公開するってありましたので、本当感慨無量であります。果たせたし、ほんだらもうやめようか。ちょっと、まだ果たせてない目標もあるじゃないですか。そうです、私たちの挑戦はまだまだ続きます。その一つがこの後告知するあれやな。どうか皆様、これからもテイサンバス神戸 YouTube をよろしくお願いします。お願いします。3, 2, 1
はい、お疲れ様です。今ですね、サービスエリアの方で、ちょっと待機中なんですけれども、またまた泰造、トムの方から、公開100回を記念して、まあ、何か取れということの指令が出てるんですけどね、まあ、なんせもうね突然なんですよ、もう本当に。でなかなかねそんなに準レギュラーなんで、これ撮影機材も持たされてないんですよね、これ本当に。でそう何か撮れと言われてもね、そうそうネタなんていうふうなのはないんですよ本当。まあ、ちょっと愛車の周りをぐるりと回っておりますけどね。あれ、仕込んでおりました、すいません。低山バス神戸 YouTube 以後よろしくお願いします。でその告知ということなんですけれども、私たちが活動を始めた時から、大目標としていつかはこれをやりたいぞと思っていた目標があります。特にどうやら形になりそうです。そう、キャプテンレコードデビュー、違います。私たちバス会社ですからね、観光バス会社ですから、YouTube の活動も重要なんですけれども、バスをやっぱり動かしたいですね、お客様にバスに乗っていただきたい、これが一番重要なことだと思います。ということで、その大目標、実現しそうな大目標、それは低山バス神戸 YouTube が発案企画をするバスツアー、これを開催したいと思います。会社の方にお願いをしまして、なんとか通りそうでございますので、ぜひご参加いただきたいと思います。どうかお楽しみになさってください。2023年5月20日低山観光バスのホームページを、要チェックでございます。ここでツアーの概要を発表予定でございます。ツアータイトルは未定ですけれども、 YouTube を通じて皆さんに参加をしていただいて、観光バスを楽しんでいただけるような内容を考えておりますので、どうか本当にお楽しみなさってください。部活動ですよ皆さん、部活動、みんなで集まって部活動しましょう。よろしくお願いします。楽しみ。